ヘフナーの HCT シリーズ、ユニオンフラッグ仕様のバイオリンベースをご紹介したいと思います。ヘフナーのバイオリンベースというと思い浮かぶのはポール・マッカートニーさんということで、ポール・マッカートニーさんが使用したユニオンフラッグ仕様のベースをまあ復刻した楽器ということで、ヘフナーのベースというのはセミアコースティックというんですかね、あのボディが空洞のボディだったりフルアコースティックだったりという構造がまあ特徴的なんですけれども、このユニオンフラッグ仕様のこの楽器はセンターブロックにスプルースが入って、ここにもうビシッとこう木がどんどん入ってる。でトップ材がスプルース、メープルバックサイド、それからビーチという材を使ったネックでローズ芝っていうような仕様になっている楽器です。聞いてみた感じの印象なんですけど、ヘフナーのベースということで割とそういうロックンロールな感じとか、ワンアンドオンリーっていうんですかね、すごいこの楽器じゃないと出ないだろうなっていう音色がやっぱりあるんですね。でそれをやっぱり楽しめる楽器だなと思います。でコントロールの方がちょっと若干普通のベースと違って複雑なんですけれども、まあ、詳しくはちょっと文章の方を読んでいただくとして、簡単にご紹介すると、まあ、フルテンになっている状態で、リズムとソロっていうのがあって、ソロにすると音量が上がるというか、まあ、逆に言うとリズムにするとちょっとだけ音が引っ込むというか、まあ、その差をちょっと弾いてみると今全体が、両方上がっている状態でソロの状態ですね。でこれをリズムにする、まあ、少しこうもやっとするというか、引っ込むような感じですね。まあ、これあの使い分けてソロでずっと弾いててもいいし、あのリードを弾くときだけこうソロにするんでもいいと思いますね。この楽器を持つとなんとなくやっぱりちょっと親指弾きとかをしたくなるというのが、まあ僕の印象でして、まあ、ちょっと親指弾きとかすると、まあ、こんな感じ、あのすごいこう手がフィットするんですね。だからすごくやりやすい。じゃあ次に普通に指弾きしてみたいと思います。この楽器はイギリスのユニオンフラッグがまあバーンと出てますので、これが好きか嫌いかがやっぱり大きいポイントかなとは思いますけど、音的にはやっぱりヘフナーのベースじゃないと、バイオリンベースじゃないと出ない音っていうのがあると思いますし、それがまあいろいろ楽しめるっていう意味では、まあこれメインベースにしてもいいと思いますし、音色のバリエーションとして1本、あと俺とっても軽いんで取り回しもすごい楽なんですね。もうこれびっくりするぐらい軽いんで、まあなんか旅行用とかちょっと弾く用とか、そんな感じで家に置いといても可愛らしくていいんじゃないかなと思います。